はい、どうも西田です。やっと来ました。じゃん、シャオミレッドミー9 Pro。 ちょっと開けてみてみましょう。これですね。5月の27日に注文したんですけど、8月の8日やっと来ました。2ヶ月半ぐらいですかね。いや、長かったですね。アリエクスプレス今注文すると2ヶ月半ぐらいかかるようです。それでなんでこれを買ったかと言いますと、今メインで使って動画で撮ってるスマホが1台だけなので、やっぱりもう1台あると1日に撮れる量が増えるということで、安い携帯を探してたんですけども、これがまあ2万6000円前後で買えて、カメラが64万画素ということでこれを買いました。注文したのはいいんですけども、この注文した後にすぐ Redmi Note 9S がこの後日本版が発表されて、そしてすぐに、販売され、買った人にはもう手元が先に渡ってしまうという、そして届くのが2ヶ月半後という、もうほぼ諦めてたんですけど、やっと来ました。それではちょっとスペックを見ていきたいと思います。スペックは CPU がスナップドラゴン720です。で、画面が 6.67 インチですね。で、RAM が 6GB の ROM が 128GB、カメラが 64MP で、これ 9S は 48MP なんで、そこがプロと 9S の違いです。で、バッテリーは 5020mAh で、ネットワークはドコモには対応、グローバルバンドには対応しておりません。まあ、カメラメインで使おうと思ってるので、あまりネットワークは気にしないで購入を決定しました。それでは開封してみたいと思います。よいしょ。これは SIM ピンのピンですね。それと説明書と、あ、ケースがついております。ケースですね。ケースは透明の TPU ケースです。こちらが本体です。9 Pro。 ユーロ版のコンセントと USB Type-C のアダプターですね。本体はこんな感じです。カメラの出っ張りはこれぐらいです。綺麗ですね。 USB Type-C の穴とマイク穴とスピーカーと 3.5 ミリジャックがついてます。側面はこっちに SIM カードスロットですね。こちら頭の方には赤外線のポートとマイク穴がついております。で、こちらには音量ボタンと電源ボタン、指紋認証もこれ同時にできるものですね。というふうになっております。4眼カメラです。ケースをつけてみたいと思います。ここにカバーがついてます。このカメラの当たるところなんですけども、結構ギリギリですね。この縁の高さっていうんですかね。
そうなんですけど、こっちのディスプレイ画面の方の高さはもうきっちりなんで、多分これはこう置いたとしても直接画面が触れることはないと思います。ケースのレビューってこのこっち側の高さもレビューしてほしいんですよね。直接画面が当たるかどうかっていうのはなかなかレビューしてる人少ないんで、この9 Pro のケースは大丈夫そうです。電源入れてみます。はい、それではみんな大好きアンツツベンチマークを測っていきたいと思います。結果が出たみたいなんですけども、アンツツベンチマークは28万点も出ています。結構いいんじゃないでしょうか。でカメラの機能なんですけども、64メガピクセル撮れるモードと写真モードが分かれていて、動画に関しては機能を触ったと、フル HD の 30fps が選べるのと 60fps が選べます。で 4K は 30fps までしか選べないそうです。 60fps はないみたいですので、 4K 動画は30までですね。それで動画で一番気になってたのが、夜景とか暗いところでどれだけ光を取り入れられるかっていうのが一番気になってたんですけども、こちらのファーウェイの P30 ライトでは、JR の東西線を撮影した時もう真っ暗だったんですよ。それで今撮影しているこっちの RealmeX2Pro で撮影した地下鉄は結構光を取り入れて明るく撮影できたんで、この RedmiNinePro はどれだけ光を取り入れて暗いところでも撮影できるのかっていうのをちょっと試してみたいと思います。次は深江橋です。出口は左側に変わります。The next stop is Kaebashi. Station number C21. お客様にお願いします。車内に乗る。駅からの通勤は、ちなみに指紋認証のスピードはこんな感じです。
もう一回。これぐらいのスピードです。結構速いですね。レッドミー